さよなら。おお。どうも、チカリダ TV の田代チカラです。今日は7月10日です。帰国日があさっての7月12日に決まったので、今日は帰国2日前ですね。というわけで、今日、明日、あさってと3日間の Vlog を今回は撮っていきたいと思います。昨日 PCR 検査に関しては済ませていて、で無事陰性だったので問題なく帰国できます。で今日なんですけど、もう今夕方の6時半ぐらいなんですけど、リーグ戦自体は終わっていますけど、1部の9位のチームと2部の2位のチームが入れ替え戦をやってるので、そのセカンドレグですね、ファーストレグは2部のチームが2対1だったかな、勝ったので今日はどうなるかっていう感じで、その1部の9位のチームには日本人選手が何人かいて、で同じリーグで戦ったので彼らの応援をしつつ、ただその2部の2位のチームにも、僕が以前モンゴルに来た時に2ヶ月ぐらい同じ部屋で生活したモンゴル人がいるので、彼の応援もしつつ、とりあえずどっちが勝っても複雑な気持ちにはなってしまうんですけど、試合の方を見に行っていきたいと思います。はい、ということで試合を見に行ったんですけど、なんと2部のチームの方が人数揃わなくて失格ということで、不戦勝で1部で9位だったホブドっていうチームが残留決まりました。いやー、まあこれがまだモンゴルの現状というか、サッカー以外に優先すべきものがある人たちがサッカーをしているという状況なのかなと思います。それで時間ができたので、明日の朝本当はお土産とか買いに行こうと思ったんですけど、そのまま街の中心のお土産売ってるところまで行って買い物をしてきました。なので明日はのんびりと帰国の準備をするという感じで過ごせるかなと思います。明日がモンゴル最終日ですね。いい一日になるようにゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。Lips I tasted like those cigarettes staring at me. おはようございます。今日は7月11日帰国前日です。いつも朝ごはんはパンを買って食べてるんですけど、今日はカフェでモーニングしてこようかなと思います。はい、ということで明日朝8時の飛行機で日本に帰るんですけど、明日の朝出発だと空港に行くのに朝5時過ぎのバスになっちゃうので、それだと時間が結構ギリギリになっちゃうんで、今日の夜9時50分に街の中心から出る空港行きのバスに乗って、空港の空いてるスペースで仮眠を取って明日早朝出発という感じで日本に帰りたいと思います。で今だいたい夜の7時ぐらいなんですけど、8時半に家を出てバス停に向かいたいと思います。ただのんびり荷造りやってるんですけど、まだね荷造りがこんな感じで全然終わってないんですけど、ぼちぼち終わらせて8時半になったらバス停に向かいたいと思います。はーい、さよなら。帰ります。今からバス停向かいます。さよなら。バイバイ。
はい、ということで空港の方に到着しました。とりあえず明日の朝までここで過ごさなきゃいけないんですけど、こんな感じで寝るためみたいな、完全に寝れるソファーというか椅子があったので、ここで過ごしたいと思います。で、おそらくですけど6時ぐらいにはチェックインできると思うので、ちゃんと寝れるかわかんないですけど、それまで過ごしたいと思います。おやすみなさい。ねおよやあげおWe would like to remind you that this is no small flight jam.Wait, wait, 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 wait